衝撃、羽生結弦が1位。生で演技を見たいフィギュアスケート男子ランキングで圧倒的な人気。その理由とは、羽生結弦という名前は、フィギュアスケートにおいて、輝かしい成功を収めた日本の象徴的な存在です。彼の名はスポーツ界だけでなく、広く一般社会でも広く知られ、フィギュアスケートという競技を日本国内外に広めた功績は計り知れません。2024年の調査によると、 生で演技を見たいフィギュアスケート男子シングルの日本人五輪出場経験者ランキングで羽生結弦が堂々の1位に輝いています。これは彼が競技者としてのキャリアを終えた後もなお多くの人々に強い影響を与え続けている証です。羽生結弦は2018年に国民栄誉賞を受賞したことでも知られていますがその功績はフィギュアスケートの枠を超えて彼の持つ強い精神力と決意の象徴となっています。 羽生ズルのスケート人生は、2011年の東日本大震災の影響を受け、避難所での生活を余儀なくされながらも、決して諦めることなく前進し続けたことに象徴されます。彼のこの体験は、彼のスケートだけでなく、人生に対する姿勢にも大きな影響を与えました。そして、その後の2014年のソチオリンピックでのアジア人初の金メダル獲得。 さらに2018年のピョンチャンオリンピックでの連覇といった偉業が続く中で、彼は常に日本人だけでなく世界中のファンに希望を与え続けました。彼の演技は、術的な美しさだけでなく、感情の表現やストーリーテリングの面でも高く評価されており、まるで芸術作品のようなスケートで多くの観客を魅了しています。羽生結弦の競技者としての成功は単に結果だけで測れるものではありません。 彼は多くの若手スケーターに影響を与え、スケート界における道しるべとなっています。彼の練習に対する真摯な姿勢や、常に自分の限界を超えようとする挑戦心は、多くのアスリートにとっても刺激となっているでしょう。さらに、彼が引退後もアイスショーを通じてファンと交流を続けていることは、羽生結弦の持つ人間性の深さを示しています。彼は単なるアスリートではなく、 文化的なアイコンとしても存在感を持っていますランキングで2位にランクインした宇野昌磨もまた日本のフィギュアスケート界において重要な存在です宇野昌磨は愛知県名古屋市出身で幼少期からスケートに情熱を注いできました彼のスケートスタイルは力強さと繊細さを兼ね備えており技術的な完成度と表現力で観客を魅了しています 宇野は2018年のピョンチャンオリンピックで銀メダルを獲得し、その後も安定した成績を残していますが、羽生結弦との違いは、そのスタイルやアプローチの違いにあります。宇野は、羽生とは異なるフィギュアスケートの魅力を提示しており、これからも日本のスケート界を引っ張る存在であることは間違いありません。羽生結弦がフィギュアスケート界で成し遂げたことは、その瞬間的な成功だけではなく、 未来に向けた影響も考慮すする必要があります彼がスケート界に与えた影響は、単にフィギュアスケートという競技にとどまらず、広くスポーツ全般、さらには人々の生き方や考え方にも影響を与えています。彼の持つ、挑戦することの意義や、諦めない精神は、スケート以外の分野でも多くの人々に勇気を与え続けています。彼のキャリアは、単なる結果以上のものを教えてくれるものであり、 特に若い世代にとっては、その姿勢や取り組み方が模範となるでしょう。また、羽生結弦がスケートに対する真剣な姿勢だけでなく、彼の人間性や周囲への感謝の気持ちが、多くの人々に感銘を与えていることも注目すべきです。彼は競技者としての成果を誇りに思いながらも、常に自分を支えてくれた人々への感謝の気持ちを忘れません。その姿勢は、彼の演技にも表れており、 まるで彼自身の人生を体現しているかのような演技を通じて多くの観客を感動させています特に彼が引退後もアイスシ書でファンとの絆を深め続けていることは彼がフィギュアスケートを愛しファンとのつながりを大切にしている証と言えるでしょう2022年にハニュユズルが競技スケートからの引退を発表した際フィギュアスケート界はもちろん多くのファンがその決断に驚きと感慨を持って受け止めました しかし、彼の引退は決して、終わりではなく、新たなスタートを意味しています。彼はアイスショーを通じて、競技の枠を超えた新たな舞台で観客を魅了し続けており、その演技はより自由で、より創造的な表現の場となっています。このように、彼の新しい挑戦は、スケート界に新たな可能性を示しており、これからも彼の活動に期待が高まるばかりです。 ハニュー・ユズルのフィギュアスケートにおける功績は、彼の個人的な成功を超えて、日本全体にとっても大きな意味を持っています。彼が国民栄誉賞を受賞したことは、その象徴です。1977年に設立されたこの賞は、特に顕著な功績を残した人物に贈られるものであり、ハニュー・ユズルが受賞したことは、日本社会において彼の存在がいかに重要であるかを示しています。彼の成功は、 日本人としての誇りであり、彼の努力と忍耐、そして絶え間ない挑戦が、多くの人々に勇気を与え続けています。このように考えると、ハニュー・ユズルがランキングで1位に輝いたことは、単なる人気投票以上の意味を持っています。彼がフィギュアスケート界だけでなく、日本全体に与えた影響は計り知れず、彼の存在はこれからも長く人々の心に刻まれ続けることでしょう。 羽生結弦の名がランキングのトップに輝く理由は、単なる技術的な卓越さや競技成績だけではありません。彼のスケートに対する姿勢、そのストイックなまでの努力、そして何よりも見る者を魅了する演技力が、彼を特別な存在へと押し上げています。フィギュアスケートという競技は、技術と表現力の両方が重要視される複雑なスポーツですが、羽生結弦はその両方を完璧に備えているアスリートです。 彼がリンク上で見せる華麗なジャンプ、滑らかなスピン、そしてダイナミックなステップシークエンスは、どれも高い技術を要するものであり、まさにフィギュアスケートの極地といえます。しかし、それ以上に重要なのは、彼が単なる技術的なパフォーマンスを超え、感情をリンク上で表現できる稀有な才能を持っていることです。観客が羽生結弦の演技に引き込まれる理由の一つは、彼の感情の表現力にあります。 演技の一つ一つに込められた彼の情熱や感情が、見る者の,の心を揺さぶり、まるで物語の中にいるかのような体験を提供します。これは、彼が単に技術的な完成度を追求するだけでなく、自分の内面をも表現することに重きを置いているからこそ可能になるものです。彼の演技には、彼自身の人生経験や試練が反映されており、その背後にあるストーリーが観客に深い感動を与えています。特に、 東日本大震災での経験や、その後の復活劇は、彼の人生とスケートが密接に絡み合った象徴的な出来事として知られています。羽生結弦はまた、スケート界に新たな技術的な挑戦をもたらした人物でもあります。彼が繰り返し挑戦してきた、四回転ジャンプは、フィギュアスケートにおいて極めて難易度の高い技術ですが、彼はその難関に果敢に立ち向かい、多くの四回転ジャンプをプログラムに組み込むことで、 競技の新たな基準を打ち立てましたこのような技術的な進化は彼が常に自分の限界を超えようとする姿勢を示しておりフィギュアスケート界全体に大きな影響を与えていますハニュー・ズルが競技者として引退した後も多くの若手スケーターが彼の後を追いその技術的な挑戦を続けていることからも彼の存在がいかに大きなものであるかが伺えます 彼がアイスショーでの活動を通じて新たな表現の場を見つけていることは、彼のキャリアの新たなショーを開くものです。競技会でのプレッシャーから解放された彼は、より自由な表現を追求し、観客に純粋な喜びと感動を提供しています。アイスショーでの彼の演技は、彼自身のアートとしてのフィギュアスケートに対する愛情が強く現れています。競技者としてのー・ユ譲ルとは異なり、アイスショーでの彼はより柔軟で、 創造的なパフォーマンスを楽しんでおり、観客にとっても新鮮な体験となっています。この新しいステージは、彼にとって自己表現のさらなる高みへと導くものであり、ファンにとっても彼の成長を見守る特別な機会となっています。さらに、羽生結弦がフィギュアスケート界にとどまらず、社会全体に与える影響力も見逃せません。彼はスポーツ選手としてだけでなく、 広く社会に影響を与える存在としても注目されており、特に東日本大震災以降、彼の慈善活動や復興支援は大きな話題となっています。彼の寄付や支援活動は、単に資金を提供するだけでなく、被災地の人々に寄り添い、希望を届けるものであり、その姿勢は多くの人々に感銘を与えています。彼がスポーツを超えた社会的な責任を果たす姿は、彼の人間性の深さを示しており、 ファンにとっても彼を支持する理由の一つとなっています。このように、羽生結弦の存在は、フィギュアスケート界における成功を超えて、社会全体に対しても大きな影響を与え続けています。彼のスケートは、単なる技術的なパフォーマンスではなく、彼自身の人生観や哲学を反映したものであり、見る者に深い感動を与えます。そして、彼がこれからも新たな挑戦を続け、フィギュアスケート界だけでなく、 多くの人々に希望と勇気を与え続けることは間違いありません。